皆さんはじめまして、貨物ジャーナルの貨物列車実況チャンネルへようこそ。鉄道の中でも馴染みの少ない貨物列車、その魅力と重要性を皆さんに知ってもらいたく活動をしております。北陸新幹線開業で少し知名度が上がった石川県金沢市を駆け抜ける貨物列車を中心に YouTube で配信しております。今回は私の活動の一部をご覧いただきたいと思います。この列車は毎朝6時8分に金沢貨物ターミナルを通過していく、新潟から福岡に向かっていく貨物列車です。この列車にはどんなコンテナが乗っているのか見てみましょう。ご覧いただいているように、いろいろな色や形をしたコンテナが並んでいます。それぞれに様々な特徴を持っており、中にはその商品を専用に運ぶための構造をしているものもあります。側面から見てみましょう。 EF510 型電気機関車に牽引されてやってきました。赤紫色のこのコンテナは JR 貨物さん標準の12フィートコンテナです。最も数が多く、様々な用途に使われています。この日もたくさんのコンテナが運ばれておりました。さあ、次はどんなコンテナでしょうか。日陸産のトリメチルアミンという危険物を安全に運ぶためのタンクコンテナです。青いコンテナは水沢化学工業さんのガレオンアースを運ぶためのタンクコンテナです。この白いコンテナは日本石油輸送 JOT さんの冷蔵コンテナで、冷たいものを冷たいまま運ぶことができる魔法瓶のようなコンテナです。これは日本ツーンさんのエコライナー31フィートコンテナで、10トントラックの荷台と同じサイズ、同じ形状をしており、モーダルシフトにも役立っていて、環境に優しい輸送を行っています。左側は日本フレートライナーさん、中央と右は性能油さんのコンテナです。というふうに様々な貨物列車の解説を行っています。豆知識なども話したりしているので、ぜひご覧いただき、チャンネル登録をお願いします。では、貨物ジャーナルの貨物列車実況チャンネルでお待ちしております。